皆さんこんにちは。年齢を重ねるごとに魅力を増す俳優といえば昆憂、彼を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。その魅力あふれる姿で現在も CM やドラマ、映画など引っ張りだこですよね。クールで知的な面と少年のような無邪気な面を持ち合わす彼のプロフィールから恋愛遍歴までご紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。名前、本名、コンジチョル、ハングル、生年月日、1979年7月10日、身長184センチメートル、体重74キログラム、星座カニ座、血液型 A 型、出身地釜山、趣味体力作り、バスケットボール、映画鑑賞、音楽鑑賞、特技バスケットボール、歌、学歴京畿大学校演劇映画科博士課程卒、京畿大学校アートフュージョンデザイン大学院、パフォーミングアート学科修士課程卒。家族構成、父、母、姉一人。所属事務所、マネージメント SOOP。 芸名の昆憂は父親昆氏と母親由氏の名字から合わせてつけたのだそう。意外と遅咲きとも言われている昆憂、デビュー後7年間、なかなかヒット作に恵まれない中、2007年コーヒープリンス1号を見せた大ヒット、イケメン限定のカフェで女優ユンウネ演じるウンちゃんを男だと思い込み、それでもどんどん彼女に惹かれていく自分に戸惑うカフェの社長ハンギョル役を演じ、一躍スターへ。2007年 MBC 演技大賞優秀賞も受賞。彼も一生忘れられない作品として挙げています。また昆憂といったら忘れてはならないのが、2016年、トッケビカラくんがくれた愛しい日々から数々の賞を受賞し、彼の衣装スタイルは全て話題となり、昆憂の代表作となりました。昆憂は自分の性格について非常に明るい性格だと話しています。現場では年下スタッフといたずらをして遊んだり、いつも楽しい雰囲気になるように振る舞っているよ。共演者からは、昆憂はとても優しい、表に出る温かさではありませんが温かい少年のような感じがある、女優チョンドヨン、またまさに継承道キョンサンドの男だ、男らしく楽にさせてくれる女優ハンジミンとのこと。また兵役時代に出会い、ドラマトッケビでも共演をし、普段から親しい仲であるという俳優イドンウク、彼のトーク番組イドンウクの話がしたくてに出演し、昆憂がバラエティ番組へあまり出演しない理由として、面白い人じゃないし特に話すこともないしと話していました。運動については、世の中には自分が尽くした分だけの見返りが戻ってこないことが多い、ちょっと悲しい世界だ。でもやっただけ見返りが来るのは運動だ、だから運動は好きなんだ、嘘をつかないから、とも。彼の率直で真面目な性格が垣間見えた一面でした。2020年4月現在で未婚の昆憂、男性としても魅力あふれるがゆえの過去の熱愛説たちをご紹介いたします。1人目、女優イムスジョン。イムスジョンとはチェジュ島に一緒に旅行に行ったことを理由に熱愛説が出ました。昆憂と恋人に発展する可能性があるのかという質問に、時間に任せたいと答え、今でもコーヒーショップは行く、私たちは頻繁に会っていると話して注目を浴びました。2人目、女優チョンユミ。同じ事務所の女優チョンユミと多くの作品で共演し、2018年に熱愛説はもちろん結婚説にも巻き込まれ、結婚の準備に入ったという噂がインターネット掲示板を中心に広まりました。所属事務所は、2人は兄弟でもない兄弟のような仲だとし、事実無根だと公式発表。3人目、女優キムゴウン。この他にもドラマコーヒープリンス1号見せの女優ユンウネ、 CM で共演したモデルのソンジュ、ドラマトッケビで共演した女優のキムゴウンとも熱愛説が。共演者と多くの熱愛説が出るのは相手役と息が合っている証拠ですよね。ちなみにこれまで全ての熱愛説を否定しています。4人目、相武咲。
相武咲さんとコンユさんが話題になった理由はツイートです。ツイッターでコンユさんに好意的なコメントをしたことがきっかけで噂になったんだとか。この他にもコンユさんは日本が好きだと明言されています。そのため過去に日本人の彼女がいたのではというのがファンの中の通説なんだとか。そういったこともあり2人の熱愛の噂が出たようですが、デマである可能性は高いでしょう。そんなコンユの結婚観、恋愛観はどうでしょうか。コンユは恋愛観と結婚観についてインタビューを受けた際、女性の外見と性格の中でどっちを見ますかという質問に対し、恋愛をするなら外面、結婚をするなら性格、また理想のタイプについてはさっぱりとして淡白な人がいい、愛嬌があまりにも多い人ではない女性が良いと答えていました。別のインタビューでは、結婚したい、40歳は超えたくない、僕は結婚する気がある、一生一人でいたくはないと言っていた結婚願望のあるコンユ。現在ちょうど40歳の彼ですが、まだまだみんなのコンユでいてくれるのか、今後に注目です。キスシーンがうまい韓国俳優として必ず名前が上がるのコンユ。キスワンコやキス職人というあだ名がつくほどにキスが上手なことで有名なんです。そんなキスワンコ、さまざまなドラマ映画で数々の素敵なキスを披露してくれています。ドラマコーヒープリンス1号見せては、留学に行ってしまう、うんちゃん、ユングネンを抱き上げながらキスをする場面が印象的。力強い男らしさあふれるコンユに多くの女性がときめいたはずです。ユングネも当時のキスシーンを振り返り、歴代のキスシーンの中でも一番印象に残っていると語ったとか。また日本でも2017年に公開された映画男と女では、不倫関係の基本コンユと三民チョンドヨンがフィンランドの真っ白な雪の中で見せるキスシーンはとても美しく印象的、切なく見ていると胸が締め付けられるシーンでもあります。女優コンヒョジンがコンユとチョンユミの結婚説が出た時に反応を示し話題を集めました。結婚説を受けて所属事務所マネジメント SOOP の代表が自身の SNS で法的対応する意思を明かした際、この書き込みにコンヒョジンはとんでもない話だね、どうして私とはそんな噂が出ないのかな、それがもっと嫌、私たちはいつまでもコン兄弟なわけと残しました。というのもコンユとコンヒョジンはドラマカンパン先生とコンペイトーで共演し、同じ所属事務所に所属して進行を続け、同じ CM に出演したりもしているのですが、熱愛説が浮上したことは一度もないのです。これはドラマ共演時、コン氏はみんな一家族と話した過去の発言が原因と考えられ、当時コンヒョジンは年は近いが寸数、親戚の近さを表す数字ではコンユがおじいちゃんにあたると説明していました。このようなコメントを堂々と残すことからも、2人は普段から親しい関係であることがわかりますね。いかがでしたでしょうか。ドラマや映画で様々なキャラクターを演じるコンユの魅力、感じていただけたでしょうか。これからもどんな姿で楽しませてくれるのか、今後の彼の活躍に期待大です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。